天神山城は、岡山県和気郡和気町殿土にある日本の城石、備前国は気郡にあった城郭である。岡山県指定史跡。なお、同国小野軍、現在の岡山市北区にあった同盟の城郭については、岡山城南北朝時代安土桃山時代を参照のこと。戦国時代の大名、浦上宗影が築いた連郭式の山城である。 和気町の市街地から国道374号を北上した国道沿いの天神山西方の山頂に一致する。城山は瞬間で西側に吉井川が流れており、天然の堀りを成していたものと思われる。標高390メートルの西方の山頂に本の丸が廃され、北西に向かって山頂図体に二の丸、三の丸が廃されていた。 また、本の丸の南東側に向かって、馬屋の段、南の段等の狂は、深く V 字型に切れ込んだ掘り切りが確認できる。さらに、掘り切りを南東に進むと、天神山東方に入り二つの石門を経てその、山頂には周囲を見張らせる太古の丸、太鼓の丸への侵入経路として、北東方面から伸びる孤高があり、より南東にも雑な造りではあるが、掘り切りや土塁線の意向が残る。 天神山城北西の下の段の遺構から太鼓丸南東の土塁線の遺構まで実に1トル長に及ぶ大規模な城郭である。現在は狂は土塁、石垣、空堀、侍屋敷跡などの遺構が見られる。浦上市は室町時代、張馬、美前、三正霞を治めた守護大名若松市の守護大であった。天神山城を築いた浦上宗影の父、 村宗は主君である赤松義村を凌駕し、守護代から一躍戦国大名となった。天文二十年、村宗の着難、浦上正宗とその弟の浦上宗影は、備前に信仰してきた天子春久の対応について、標準のよを示そうとする正宗方と、撃退するべしという意見の宗影は激しく対立。正宗は、天子と同盟を結び、それに対抗すべく、 胸影は秋の毛利元成と同盟し周辺国衆にも、正胸方に属する者、胸影方に属する者がそれぞれ現れ備前の発見をかけて争うことになる。その際に胸影は自らの新たな拠点として天神山に城を築く。正月前後これが長らく胸影が居城とする天神山城である。ここを拠点とした胸影は毛利の助力を得て各地で勝利を収め、 正宗の勢力を駆逐し備前の支配権を握る。また、胸ネはかつて、浦上機関であった、宇喜多義ヨの孫で、放浪の身であった直家を召し抱えた。有能な直家は頭角を表し、胸ネの片腕となって活躍し、その助力もあり、胸ネの備前、三正地域の支配は、次第に強固なものになっていった。永六七年兄の正宗は、室津城において、 次男、清宗の婚礼の当日、赤松正秀の攻撃に相不死ともに戦死。あとは、正宗の三男の浦上誠衆が継いだが、三年後の A60 年に宗陰の手の者によって暗殺され、室津の浦上僧侶家は滅び、その領地を接収して、さらに勢力を強めた。天正元年宗陰は最国に勢力を、伸長してきた織田信長と結び、備前、播磨。 未まさかの支配権を認められた。しかし、次第に、家中での勢力を拡大していた、浮っき直家は、これに反対し秋の毛利氏と結んだ。天正二年時かかわついに主君胸影に反旗を、翻した。浦上正宗の三男誠宗の子で、直家が、岡山城に庇護していた、浦上久松丸を奉じ、浦上宗家復興を名目に、天神山次郎の胸影を攻めた。 天正三年下中で、直家に内容するものもあり、ついに胸影は城を放棄し、針前へ遁走した。その後も、浮北直家により、使用されてと考えられていて、石垣や河原辺などは、浮北時代のものと推定されている。近年まで、天神山城落城の時期については、備前軍記などの記述から、天正五年落城説が有力視されてきており、 事実天神山城の案内版もこれを採用した形となっていた。しかしながら近年になって備前の知識研究家によって従来の備前軍機などの二次資料の記述と現存している一次資料との矛盾点が多く指摘され、はじめ平成3年に寺尾勝生が浦上宗影校にて従来より天神山城の陥落を早く見る。 天正三年落城説を提起した。続いて平成四年には、岸田博之が、ぜ瀬木平松家のこと付け、新室沼元家文書の紹介と中生、河川水運の死座、平成九年に白河、河与氏が天神山落城についての一資料で、それぞれ寺尾とは別の資料を用いて、天神山城の陥落を天正三年と断定した。以後、渡辺大門。 畑和義、森利弘ら後発の研究家もこの説を下敷きにした論文や本などを発表し、平成16年刊行の久世町資料編では、天章3年落城説が採用されるなど近年は、こちらが有力視されている。天神山城、岡山県古代紀備文化センター、2021年10月22日閲覧。ありがとうございます。